どうもお疲れ様です。狭山台の方も落ち着いて、狭山店の新店オープンも落ち着いて、やっとディエマに帰ってこれました。お疲れ様です。お疲れ様です。この間もなんかそう言ったけど、で、早速最近動画撮ってるんですよ。町田さんっていう人と対戦したり、はい、畑さんと対戦したり、居眠り、そして今日全速持ちとも対戦しました。はい、はい、で、いろいろなデッキを使ってリハビリのようにやってるんですけども、思い出したことがあるんです。エゴイストの敵全然使ってない。はい。あと、ドミティウスも一時期練習したよね、俺。まあちょっとあれは若干難しかった、ね。難しい。まあでも、なんとなく。で、あの二つをちょっとリハビリがてらまだやり直すし、エゴイストってなんかちょっとだけ強化されたの？まあちょびっとだけ。ああ、ほんとに、はい、まあでもちょっと覚えてない部分もあるかもしれないし、僕のオリジナルにね、やっぱりもう年齢の枚数ブレイクするなんてのは面白いから、ちょっと頑張っていきたいなっていうこととか、あとフットファンタジスタのデッキもあるんだよ俺。ああそうですね、うんうん、あでそれこそ多分強いですよ次。あ本当強化される？はい、結構いいの出ました。あそうなんだ、よしよしよし。 GR メタがよー。あ GR メタあるの？ GR メタがフットファンタジスタで出せるんで。あそう、はい、よし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 。とまあそういうことで意外と結構デッキを持ってるんですよ僕なので、はい、そういうのをどんどん使って忘れないようにで、いろんな方と挑戦していきたいと思います。はい、なんか全速持ちさんが明日なんか変なデッキをいっぱい持ってくるって言うんで。そうなの？まあそうですね。よーし、じゃあ俺のいろんなデッキと全速さんの変なデッキで戦おうという感じで、ちゃんとね毎日対戦動画上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、で私今作業頑張ってるんですけど、ディエマコモンカードをね、マッチーの TCG チャンネルさんからちょっと提供されたこの、なんで？何これ？オリパの残り品？何？これはですね、これは何なんですか？よく見てほしいんですけど、はい、物によるんですよね。なんか色が変わってるやつとか、うん、古いのもあるんだよ、ね、うちの動画見てる人だったらわかるかもしれないんですけど、うん、大混沌っていうカードの山みたいなのが俺 2,3 回買ってるんですよ。それです。あそこのお店でしょ？所沢の。所沢のホビー室です、ね。うん。これでも多分、混沌で買うときは、あいつが買うだろうっつって多分作ってるんだと思う。あ、そうです、そうです。でも俺以外も買ってるんですよ、なんか。え、本当に？はい。三が日、これ全然関係ないですけど、三、うんうん、が日に混沌最初に一回出したんですけど、うん、一発目の混沌即売り切れたんですよ。あ、誰かが買って。先に買われちゃったの？先に買われちゃったの。あー、そう。で、第二弾用意されたんで、俺が買いにまた行った。で、何？その混沌の中身はこんな感じなわけ？そうですね、こんな感じだったりとか、うん、あと、カートンの余ったカード。あ、はいはいはい、はい、カートン開封のね、まあ、よくわかんないカードとかはそこを打ち込んだりしてます。わ、うんうん、かりました、はい、まあ、その余ったやつをちょっと今私処理させてもらってますん で、はい、でこの辺でもちょっと強そうなカード、パウパーで使えそうなカードはちょっと僕常に目を光らせてるんで、はい、はい、頑張っていきたいと思います。はい、よし。なので、1000人切りも続々対戦募集してるので、はい、ぜひご来店で挑戦をお願いします。はい、はい、なんかこの間もね、来たんだけど結局声かけられずに帰っちゃったって子がいたの。あ、そうなんですか。この間もマッチーも俺もいたらしいんだけど、なんか忙しそうにしてたんでとか言って、うん、でなんかポケモンだわーとか言ってみんなで表出てったところ見ましたとか言われてすごい恥ずかしかったまだ肌とかとみんなでほらなんとかのジムだとか黒い卵だとか言ってあれを見られてたらしくて、でもその少年はなんかその対戦お願いしますとかちょっと言えなかったんだって。へえ。うん、あ、でもちょっとせっかく来たんだからそういうのはちょっと声かけてほしいのでね。はい、よろしくお願いします。はい、僕らじゃなくてもレジの人でも。あ、そうそうそう、僕とかマッチに声かけづらかったらレジのゆみちゃんにねお願いしてくれてもいいんで。はい、僕らみたいなおっさんよりお姉さんの方が声かけやすいんですね。そうか、そうかもしんないな。ほらみんな小学生とかみんなお姉さんお姉さんって言ってる。あー、なんかね、うん、そう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 なんです、うん、話しかけやすいらしいです。はい、はい、町田無双も対戦募集しているのでぜひ、はい、はい、挑戦してやってください。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。